本日も XRP リップルのチャート分析をさせていただきたいなと思います。現在時刻ですけども、本日も XRP リップルのチャート分析をさせていただきたいなと思います。現在時刻ですけども、8月5日午前9時56分 YouTube 録画しております。今日まずアメリカ市場の振り返りなんですけども、ニューヨークダウが85ドル台、5ドル安ですね。それからナスダックは反対に上昇しておりまして、プラス52ポイント高ということになっております。先物もそれぞれ見ていきたいんですけども、先物は小動きですね。日経先物マイナス52ということになっています。それからオイルですね。これが下落しておりまして、90円割り込んでおります。88.44 まで下がってきているということですね。それから金先物はこじっかりということで、それからビックス先物なんですけども、それからビックス指数ですね。こちらが恐怖指数というものなんですが、21.44、2.32% 下落です。これが下がっていることによって、ちょっと買い安心感につながっているんじゃないかなというところはありますね。はい。それからビットコイン、イーサリアム、XRP の紹介をさせていただきたいと思うんですけども、ビットコインも317,500円までちょっと下がってきてしまったなという印象を受けております。ただ直近の動きは少し戻してきているような感じなので、そんなに悪い動きではないのかなというふうに思っております。ちょっと300万なんとかキープということですね。それからイーサが21万4千円ということで、こちらもなんとかですね、21万円台をキープしているかなというところ。少し安くなった場面が21万2千円ぐらいまで落ち込んだ場面あったんですけども、そこから少しね、3千円ぐらい戻してきているということなんで、まあ、プラス計上できるかなということを、ちょっとね、願いつつですね、XRP のチャート分析を最後までご覧になっていただければと思っております。今日も MACD、RSI などを使って詳しく紹介していきますので、最後までお付き合いいただければと思っております。本日のリップルですけども、49.4 円ということで、ちょっとですね、値段の方は少しだけマイナスなのかなという感じですかね。で、見ていきますと、チャートを見ていくと、少し底打ちしたのかなという感じで、受けておりまして、で見ていきますと 48.6 円ぐらいですかね。ここをサポートとして捉えて、今 49.4 円ぐらいまで上がってきているという形になりますので、一応 48.5 円ぐらいがサポートとして機能している可能性が十二分にあるのかなと思っております。で、上げるとしたら 50.2 円ぐらいまでは上がっていけるチャンスあるので、ここまで上がっていっていけるとね、ちょっと楽な展開になるんじゃないかなと思うので、こっからのさらなる奮闘を期待したいなと思っております。リップル悪くないですね。はい、それからこちらですね。MACD は上抜けしている感じがするので、非常にいい形で 50.2 円ぐらいまでやっぱり来るんじゃないかなというふうに考えております。RSI もですね、ちょっと上昇を目立ちますね。60ぐらいまでちょっと今一気に上がってきているので、ちょっと利確の対象になる可能性は十分あるのかな。寝頃感はなくなったと判断している方が多いかもしれませんので、気をつけてください。ということで、今日もですね、リプレイ見てきたんですけども、ちょっと上髭も今出てきてますし、難しい局面ではあるんですけども、一旦 50.2 円を想定しておりまして、そちらまで上がっていけるチャンスは十二分にあるかなというところ。それから下がってきてしまった場合、ここからまた下に来た場合ですね、48.5 円ぐらいでサポートを受けられるんじゃないかなと思っておりますので、48.5 から50.2 ぐらいで動くんじゃないかなというのが、直近リップルのチャート分析の結果になりました。今回どうやってね、リップルがこう動いていくのかちょっとわかりづらいんですけども、結構強いんじゃないかなと思ってますね。株式なども安定してますので、今んとこ50円の方になんとか迫ってほしいなというね、希望も込めて 50.2 ということで、こちらが 52.3% がこちらに行くんじゃないかなと考えております。はい、ということで今回も XRP リップルのチャート分析はいかがだったでしょうか。チャンネル登録まだの方はぜひこの機会にしていただいて見逃さないようにお願いいたします。今回はチャート分析ですね。XRP のチャート分析だったんですけども、別のチャート分析もしてほしいとかあればコメント欄の方にご自由にね、書いていただいて構わないので、ぜひそちらもご利用ください。私も面白そうだなと思ったらそちらのチャート分析するかもしれませんので、ぜひこちらにもご意見をご寄せくだされたらちょっと助かります。この前も昨日はね、同時とポリゴンやってみたんですけども、普段同時ポリゴンね、なかなか触らない感じだったんで、ちょっと新鮮な感じもしたので、
もしよかったらぜひね、そういう形でのチャート分析もしていきたいので、よかったらお願いいたします。ちょっとマイナーすぎるとね、手が出せないかもしれませんけれども、まあちょっとまあ、何かあればですね、書いておいてください。まあ、全部ができるわけじゃないので、まあ、上位のやつでもやれない場合があるかもしれませんので、その辺はちょっとご了承いただければと思っております。はい、ということで今回はリップルチャート分析最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。